はい、資料課チャンネルでございます。こちらですね、カルビーから発売されましたお菓子、ロッテリアのですね、まあコラボレーションになるんでしょうかね、カルビー、これ全部ロッテリアの商品の分で、売っておりました。まずですね、こちら、札幌ポテトロング、ロッテリアのフルポテ、バター醤油味、こちらがですね、ロッテリア、絶品チーズバーガー味、こちらバーベキュー味でですね、でこちらがですね、普通の札幌ポテト、カルビーのカプエゼンの、ロッテリアエビバーガー味ですね、これね。はい、こちらがですね、オニオンリング、ロッテリアオニオンフライということで、4種類売っておりましてね、全部買ってきました。というわけでこれね、食べてみたいと思うんですけども、ちょっといきなり全部食うっていうのもちょっとね、どうかなというのであるんで、一つずつね、食べたいと思いますのでね、どうしようかな、どれ食べようかな、やっぱりこれでしょう、ロッテリア絶品チーズバーガー、札幌ポテトバーベキュー味、これをまずね食べてみたいと思います。その後ね、順次ね食べてみたいと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、まずですね、こちら札幌ポテトバーベキュー味のですね、ロッテリア絶品チーズバーガー味、こちらですね。この絶品チーズバーガーってね、これね、なんか、これね、こちら、チキン&ビーフ、プラス男爵芋、バーベキュー味とロッテリア人気メニュー、絶品チーズバーガーが期間限定でコラボレーションということで、塩コショウで、味付けたジューシーなパティを、チェダー&ゴーダチーズで濃厚に仕上げたあの味わいを札幌のバーベキュー味で再現しましたということでね。じゃあ、早速食べてみましょう。いただきまーす。まあ、形は一緒です。札幌ポテトバーベキューです。匂いはですね、まあ別にそんな大して匂いしないです。ではいただきます。あ、うん、うん、チーズバーガーの味します。本当に、うん、結構チーズ味しますね。はい、うん、美味しいです。はっきり言って、はい。でもね、ちょっとチーズが濃すぎる。うん、うん、大体ロッテリア絶品チーズバーガーってどんな味か僕知らないんで、すいません。凝ったことないんでよくわからないんですけど、まあまあマクドナルドのねチーズバーガーとかよく食べるんで、うん、よく作られてます、はっきり言って。うん、完成度は高いですけど、どちらかというとチーズの味が濃すぎますね。はい。で、あまりバーガーの味しないですね。うん、どちらかというと、札幌ポテトに、チェダーチーズの味をこう加えた感じ。うん、その方が分かりやすいかな。まあ、チーズバーガー味というチーズ味です。札幌ポテトバーベキュー味のチーズ味で、考えてもらった方がいいと思います。その方が分かりやすいんじゃないですかね。これ、絶品チーズバーガー味っていうのも。知らないとほとんどだと思いますんでね。はい。うん。ほんとね、札幌ポテトバーベキュー味のチェダーチーズ味。うん。もうこれでいいと思います。はい。正直ね、こちら、ロッテリアの絶品チーズバーガーの、レビューです。ありがとうございます。はい、続きましてこちら、ロッテリアエビバーガー味、カッパエビセンです、カルビーカッパエビセンの、ロッテリアエビバーガー味、これを食べてみたいと思います。匂いはですね、普通のカッパエビセンの匂いですね、やっぱりエビバーガーですか、エビですね、カッパエビセンってエビでね作ってます。一応後ろ見ときましょう。こんな感じです。カッパエビセンね、カッパエビセンと人気、ロッテリアの人気定番人気メニューエビバーガーがキャンディーでコラボレーション、カッパエビセンのエビ風味と、カミ風味を生かしつつ、エビバーガーの特徴であるエビのタルタルソースとエビカツの味わいを再現しました。おー、うまそう、これ。このバーガー食べてみたいですね。すみません、食べたことないんで、よくわかんないですよ、本当に。すみません。じゃあ、ちょっとね、食べてみたいと思います。いただきまーす。こんな感じです。ほとんど外見は変わりません。はい。はっきり言います。普通のカプエビセンと何ら変わりないです。うん。ちょっとタルタルソースの味がするかな。うん。エビマヨ。
うん、エビマヨだこれ。うん、あのね、エビバーガーっていうよりもエビマヨ、うん、カッパウェイですね、エビマヨで、マヨはすごいなんかもうちょっとしか出てこない味が。はい、うん、確かにね、あのまあエビとエビバーガーでこれねかけてるのはいいんですけど、あのだってエビ自体がもうかね、これカッパウェイのエビってすごいきついでしょ。うん、でちょっとだけねタルタルソースの味が出ます。ほんとちょっとだけ、あとはもうカッパウェイと一緒。はい、うん、というわけでね、こちら、ロッテリアエビバーガー、うん、あのでした。ありがとうございます。こんな感じです、一緒です。はい、こちらですね、今度はカルビー札幌ポテトロング、ロッテリアフルポテバター醤油味のですね、こちら、お菓子の方を開けてみたいと思います。ちゅうかもう開けましたけどね。はい、札幌ポテトロングってなんだって感じなんですけど、札幌ポテトは短いですけど、これねロングです。ちょっと長いですねこれ。はい、こんな感じです。ちょっと長いですね。で、真っ白です。あの普通の札幌ポテトって結構野菜いっぱい入ってるんですよ。これ何も入ってないですね。普通のポテトです。札幌ポテトロングと、ロッテリア人気サイドメニューフルポテ、バター醤油味が期間限定でコラボレーションという、コラボレーションということで人気メニューなんですね。はい、ではですねちょっと食べてみたいと思います。はい、こんな感じです。いただきます。長いですこれね。こんな感じですね。うん、うん、美味しいです。美味しいですけど、バター醤油味かって言われたらんって感じですけど、まあまあまずくはないですね。うん、なんかまあ札幌ポテトの野菜ないバージョン。うん、食べてる感じです、うん、でポテトですね、はっきり言ってね、まあまあ美味しいです。はい、というわけでね、こちら、ロッテリアフルポテ、バター醤油味でした。ありがとうございます。はい、ラストですね、こちら、カルビーオニオンリング、ロッテリアオニオンフライということで、このオニオンリングは一番ね僕は期待してます、はっきり言って。ね、中身こんな感じです。うん、これはね僕を一番期待してるんですよ。どちらかというとね、オニオン結構好きですのでね、オニオンリング、オニオンリングと、ロッテリア人気サイドメニューオニオンフライが期間限定でコラボレーションということで、このオニオンリングって僕知らないんですけどね、はっきり言ってね、香ばしいオニオンの、旨味が口いっぱいに広がる、後引く美味しさです。サクサクした食感を感じられ、癖になる味わいを楽しめますということでね。はい、では早速食べてみたいと思います。お、オニオンリングだ。こんな感じです。いただきます。あ、やっぱり期待通り、これが一番美味しい。うん、これオニオン、ほんとオニオンの味。うん、うまい。これお菓子としても美味しい。うん、これはうまい。いい。うん、これはうまい。うん、僕が食べた中で多分一番美味しいですこれ。うん、うん、あ、絶品です。これこそ絶品。うん、うん、これ美味しいです、オニオンフライ。一番のおすすめです。はい、今回ですね4つ袋全部開けて食べました。はい、ね、僕が一番おすすめはこれです。うん、ロッテリアオニオンフライ味。次ですね、おすすめはこれかな。うん、フルポテ。意外にレビューはちょっとね、あまりしっくり言ってなかったんですけど、これは美味しいです。で、まあ、あとですね、まあ、エビ、これはね、これまあ、チーズ好きな人はいいですね。エビバーガーはね、はっきり言ってね、一緒です、これ。アッペイゼン、大して変わらない。はい、はい。というわけでね、こちら、全部ね、カルビーのお菓子とですね、ロッテリアのですね、バーガーシリーズのコラボレーションで、ということでね、お菓子全部レビュー開けました。はい、ありがとうございます。またね、もしよければ食べてみてください。はい、どうも。